株式会社ドームはかつて存在した日本のアニメ制作会社である。スタジオコルミに属していたアニメーター、演出家の中山春を妻の山本富子らを中心として1984年5月1日にフリーの集団として東京都中野区沼袋で発足したのがルーツである。1986年に尺字に移転し、 有限会社スタジオドームという称号で法人化。社長には中山が就任した。当初はアニメーターの増田にニサブロウ、マトバー赤堀隆一らが所属し、スタジオピエロ作品、英検作品に参加する作画スタジオだったが、山口雄二ら演出家を要して、1990年にアニメーション制作会社となった。さらに1993年5月に、 現在のドームへ、称号変更、同時に株式会社化して杉並区へ移転。中山春夫と虫プロダクションに在籍していた安西武氏が共同で代表権を持つことになった。1999年によりテレビアニメの自社制作に乗り出す。設立当初は OVA を多く手掛けていたが、前年の1998年頃から数多くのスタッフを補充し、 テレビアニメの企画、制作を始めた。社名の由来は、立原道造の作品からとしている。2015年まで元受け、下受けでのアニメーション制作に関わっていたが、2016年4月現在は、アニメ制作事業から撤退している。ありがとうございます。